皆さんこんにちは、本日は会津若松徳久工業団地、区画1の立地企業を決定いたしましたのでご報告申し上げます。立地企業様はただいまご同席いただいております会津コスモス電機株式会社様であります。これまで本社所在地であります門前町の会津若松工業団地におきまして自動車車載用の電子部品等の製造を行ってこられましたが、今般業務の拡張を図るため隣接する会津若松徳久工業団地に新たな工場を立地していただくものであります。本市では企業立地促進法に基づく基本計画において輸送用機械などの先端産業向けの部品などを提供する高度部材産業を集積業種の一つとして位置づけ、これまで関連企業の誘致や取引拡大のための支援に取り組んでまいったところでございます。今般の会津コスモス電機様の立地により、さらなる集積が図られるとともに、雇用の創出による地域活力の向上が図られるものと考えております。また後ほどご説明があるかと思いますけれども、今般の増産計画でございますが、大規模なものであるというふうにお聞きしております。非常に期待をしているところでございます。基礎いたしましては、会津コスモス電機様はこれまで本市長きにわたり創業されてきております。会津を代表する企業であるというふうに、思います。引き続き末永く本市で事業運営していただけますようご支援をさせていただければと考えております。なお今回の立地発表は11月の会津コーツ様に続き徳久工業団地への2社目の企業誘致となります。今般の立地を契機にですね、徳久工業団地への企業誘致がさらに弾みがすればと考えております。今後雇用の創出による地域活力の向上に向け、私自身が先頭に立って企業の位置に努力してまいる所存でございます。関係者の皆様には改めてご協力のほどよろしくお願い申し上げます。最後となりますが、会津コスモス電機株式会社様のなお一層のご発展をご祈念申し上げまして立地発表とさせていただきます。本日はありがとうございます。